はい、どうもこんばんは。ピスタンだったりのびちゃんだったりいろいろ呼びながるおじさんです。とね、前回の動画でね、M164A 使ってみて、まあちょっと負けてしまって、で、まあもう一回行こうと思って、その試合まで動画にしようと思って録画してたつもりだったんですよ。で、一応ドンは撮ったよ。ドンは撮って、じゃあいつ動画編集しようかって思ったら撮れてなかったので、はい、とりあえず結論として16は難しいので、今回は普通にオートマ型の AR かサブマシンガンでいきます。ここ行ってみよう。周りは、1、2、2人、まあ、全然違うとこだけど、今撃っちゃいますね。周辺にはライトはない様子。ウンピーに、サイトつけれるの？あ、ウンピーじゃない、これなんだっけ？ウジか。あ、そうなんだ。それは知らなかった。これじゃあ、ん？あ、6スコアダメか。4スコア？ 4 スコアダメだ。へぇー。なんかいる。こっちか。あれ？お、お、お、お。食らったね。ああ、サンベス持ってる。ここ。あるね。アホロの方がいいかな。全然この辺はもういらないかな。ふう、まあ、ここまではまだね、なんとかなるやつですわ。まあ。アンチは、と！まあそういえばこうやって動画撮ってる間時ってね、だいたい隣に奥さんがいるんだけど、この前、かつか今日かな？聞かれたんですよ。動画作ってる時なんかキャラとか作ってんの？って。で、昔ね、昔確かになんかニコニコ動画とかに動画作ってた時、上げてた時は、作ってたような気がしなくもないような気もするんだけど、年取るとなんか変な羞恥心が湧くんかね。ちょっと難しいとこがあるよね。まあ別に本格的に YouTuber になろうとかそういうところをあまり考えてないんで、気楽にできたらいいかなと。はい、そういうどうでもいい話です。そろそろいかんとやばいね。お、こう乗れるんだ。車ねえか、車。あ、飛行機。車はこの道路沿いじゃないとないかな。ここなら車1台ぐらいあるでしょうに。いや、1台ぐらいやってもいいじゃん。ね。
バギーでも三輪でもトゥクトゥクでもいいからなんかくれ。ないの？あ、トラックある、トラック。ここはどこ？私は誰？こんばんは。ピスタンとか、のびちゃんとか、いろいろ呼び名のあるおじさんです。今日は、ビッケンディに来てるので、どうしようかな。そうだね、ペシコバタリア、ザババ。この引いてみよう。周りは、上に一人。あっちは、西側の方に一人。こいつはついてきたのかな。パラシュート開いたタイミングで。お、なんか出てきた。今それはやめてくれ。パラシュートは見えないね。やべ、屋根上だ。あぶね。屋根上に降りてきてそのまま転がって落下ダメを受けるとかよくあるからね。よいしょ。すごい。一発でコンペンと、クイックロード含まれてる。6スコア。ビケンディってあれよね。落ちてる武士なかなかいいのが多いよね。これね、SL、SLR か。この方が使いやすいと思う。アングル4に変えて。OK。この上にも3別だったね、2階に。窓から見えたけど。SKS もあるじゃないかい。あ、だったらさっきのグリップ持っときゃよかったな。まあ、いっか。いや、おお。アンプの設定、あれか、だから、見えるからなのか。どこだ？あ、いたいた。スコープの倍使いやがった。4倍スコープが遠くが欲しいかな。ストック、いいですね。ドリンクもらって。こいつは一体何に対してたんだろう。単なる僕はここにいるアピールなのか。グリップあった。もらっとこう。ちょっとね、DMR の。操作がお粗末だよね。いや、まあいろいろお粗末なんだけどさ。ふんが。
おるな。こっち方向。下手すぎ、終わったー。そんな、これはもらおう。はい。だいぶ揃ったし、いや、勾配ちょっと欲しいな。勾配持ってないんかい。一人ぐらいも取ってもいいじゃん。レッドでもホロでも何でもいいから。もう不良かも。ほらもう。これは、撃つよね。せーの。ここにも落ちてる。ほう。え、つか、飛行機来てなくない？またね。これね。すぐそこでやってんのか。ベクターの方が勝ったか。お、ヘルメットもらい。ニスコ、ニスコ、ニスコでもいいか？こっちは。こっちにやられちゃった人が。こいつもそんなスポットなんで誰も倒買サイト持ってないんだ。いや、ちょっとニスコで頑張ってみようか。あー、どうせそれはサンスコ持ってない。スモークコンもいらんか。ちょっと木を一旦置いて、こう行こう。してなぜ3スコア困った？いや、8スコアだな。これにつけたら3スコア持つんだよ。はい。そしてフレアガン撃ったのはいいけど来なかったね、これ。困った。いや、困ってはない。困ってはない。ちょっとこっちの方軽く流して。あれあるか見てみるか。なんだっけ。エアドロー。あ、あるある。めっちゃ近いやん。キャンテッドサイトで、サンスコで、これでいいわ。エイダバあるけどな。ちょっと。使いこなせんのだわ。よっしゃ。とりあえず装備は大体揃った。あ、もう旅行ヘルメットあれだわ。ヘルメットダメージ食らってるから、慎重しよう。どうもー、さよなら。今どんな？まだ最初の収縮中か。とりあえず今のところのね、そう、こんな感じです。で、さてさて、皆さんどこにいるんですかね。ちょっと動き回ろうか。
壁が浮いてる。いろんなところでさ、いろんなところつうかキルログどんどん出てきてんだけど、どこでやってんだ。わかんない。どこがホットなの？ライトのビケンディって。ここ空いてますね。なんだここ。え、なに、怖っ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 。何これ何これ。なるほどね。キャンプしとったわけか。これはなかなか残念だったな。トンもらっていこうか。はあ。お、やってんね。やってるけど、ちょっと息、降りれないよ。あ、これいけそう。ここからちょうど180度回ってる南の方だね。やってるやってる。ゴミ虫。誰かもゴミ虫が炸裂してる。あんま首突っ込む方がいいのかもしれんけど。あ、めっちゃドンパチやっとんじゃん。すげえ、やば。あ、違う、アンチ街だ。流れてくるか。うんね。それこの上にいるのか。でもけどそうだ。ちょっと行こうかこれは。アンチがちょっとね、怖いね。ブーストも切れてるし。車この辺。だった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 。オッケー。この木は大丈夫でしょう。街中かなぁ。できれば高いところの方が有利だよね、やっぱ。取ろうか。うおおお。どこだどこだどこだ。ああ、おった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 。おお。めっちゃ撃たれてやっべ。メットが吹っ飛んだべ。メットだけ取りに行きたいな。行きたいけど、
ラッキー。じゃあの、おしゃの家を取るぞ。いや、あれは、勘違いか。じゃあ街か。紫外線は、紫外地線は、割と苦手だ。この辺はクリアかもしれない。こんな感じで。街中かこの辺の家に居持ってるからだな。向こう側にアンチがずれとして、この辺の岩場をうまく使って、行きたいね。こっち側にずれたら、まあ、家、街の中どっかに陣取る方がいいのかな。街の中はね、視界が取りづらいからな。なんか幻聴かもしれんけど、たまーに足音っぽい音が聞こえるのよ。それが幻聴なのか、それとも本当に足音がしてるのか、よくわからないことがおる。ここは見晴らしがあまり良くないね。あの辺の家の方がいいかな。アンチずれた。どっちの方だ。こっちの方か。ここの家取ろうか。ちょ、マーク置いとこう。今見てて嫌かな。クリアっぽいな。つうか、あ、家これじゃねえ。やばい。あ、ちょうどね。他に出れるとこない。やってんねん。どこだよ。教会になっか。今のはウジか。危ねえ。ふぅ。ドリンク飲んどこう。これ一番ちないか。残り二人。これは勝ちたいな。二人どこにいるかわかんねえな。パルス来てる、パルス来てる。次の、おこっちの方か。どこだ？どこだ？あっちにずれとるし。ここガキの上いるんだろうな。困ったね。後ろからやられかねない。おるおる。おるけど。
っしゃ。あと一人、どこだ。とりあえずまずアンチ向かわねえと。あいつは去ってる暇ねえから。後ろから来ねえよな。そしたらあの辺の岩場か。私いいよ、収縮くれ。家の中か岩場か。家の中隠れるか。やった。どん取れたよ。はい。どうもご視聴ありがとうございました。あまりサンスコで狙うとこはなかったんだけど、等倍ならとりあえず、4一6いけんのかな。あと、ロングレンジはやっぱりスケースが使いやすいので、これメインで練習していこうかなというところです。はい、では、また次回もよろしくお願いします。さよなら。